のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります株式会社鈴木自販熊本阿蘇店にお勤めの男性ご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢から教えてください。はい、山本拓馬、25歳です。はい、お住まいはどちらですか？乙姫ですね。はい、阿蘇市出身。はい、もう生粋の阿蘇子です。はい山本さんがこちらにお勤めになったのはもう何年ぐらいなるんですか？こっちに勤め始めたのは去年の1月から、はい、こちらの阿蘇営業所の方で、はい、仕事させていただいています。はい、格好から見ますと、自動車の整備士。一応形だけしっかりお客さんの車見させてもらって点検とか整備ですね、車検とかもしっかりさせていただいてます。はい、どうしてこう整備士にまずなろうと思ったんですか？車がお好きだったとか。そうですね、友達からちょっと車の話とかいろいろしてるうちに興味持ってそこから整備士になったんですけど、その車のことを勧めてきた友達は全員車以外の仕事してるんでなんかちょっとやりきれない気持ちありますでもいろんな縁がつながって今のねお仕事があるということですが、普段のお仕事の中で心がけていることとか、またこれまでのお仕事の中でこう嬉しかったこととかありますか？そうですね、心がけてるのはやっぱりちょっとお客さんの乗ってる車ですので、失敗とかそういったミスがないように、しっかり確認とかはさせていただいてます。で、嬉しいこととかは、やっぱり人から評価されたりですね、ありがとうとか、よくここまでできたのみたいな感じのところで、やりがいとかを感じますね。はい、地元ふるさとでのお仕事ということで、はい、結構した方とかはいらっしゃいますか？そうですね、以前まではちょっと東バイパスとか向こうの方でちょっと仕事してたんですけども、それに比べてやっぱりちょっと地元なのでよく声かけられたりとか、どこどこの息子やみたいな感じで、はい、話しかけられたりすることは多くなりました。はい、地元で働くあるあるですね。そうですね、間違いないですではちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、結婚願望とかは？はい、結婚願望はバリバリあります。はい、何歳ぐらいまでにとか？いや、もう予想ではもう2年前ぐらいに結婚はしてるんですけどなかなか追いつかないもので、はい、今に至ります。結婚願望はある、はい、じゃあ、女性のタイプというかどんな方が？そうですね、女性の意外性がある子が最近、はい、もうちょっとぜひもう何かあったらもうそうですね、何かこう返してくるだろうなっていう返しを返してこない子とかはもう、おおすげえなと思いながら、はい、興味持ちますね。はい、じゃあこう瞬発力がある？そうですね、この返しがうまい感じとかの子がもうあうまっと思いながら、はい、ちょっとねハードルが高いかなって私は思うんですけど、じゃあ理想なんでもしその方と阿蘇市でデートするならどこに行きますか？はい、そうですね、もう自分が知ってる限りの阿蘇の美味しいところですね、甘いところとかスイーツ系とか結構好きなんで、もういろんなところ連れてってあげたいと思います。はい、その時乗る車はやっぱり鈴木車ですね。はい、間違いないですでは最後にあちらのカメラに向かってお勤めの、PR お願いします。鈴木自販熊本では、お客様のカーライフをサポートするために、スタッフ一丸となって、全力で取り組んでいます。お車の、お困りの際や、ちょっと試乗がしてみたいとかいうことがあればいつでも、ご来店ください。そうですね、4月からもいろいろ新しい車とかも出てますので、そういったものですね、ちょっと気になるとかいろいろありましたら本当いつでもお気軽にご来店ください。はい、笑顔でお迎えします。はい、では最後はですね、あちらのカメラに向かってこう山本さん左目モートピースでフレッシュマン、そうですそうですそうです、はい、掛け声と一緒にポーズお願いします。はい、全力でいきますお願いします今月のフレッシュマンは、阿蘇市宮地にあります株式会社鈴木自販熊本阿蘇店にお勤めの整備士山本さんをご紹介しました。ではいきますよ、せーの、フレッシュマン